このような偶然はにわかには信じがたいでしょう。今年2019年の初頭、 NASA の探査機は地球からは見えない月の裏側で非常に重く大きなものを発見しました。それはまるで隠されているかのように月表面の下に位置し、しかも月の最大のクレーターの真ん中にあります。そこはまさに中国の月面探査機玉兎2号が最近うまく通ったところで、またホワイトハウスの指示によりアメリカの宇宙飛行士が急いで目指し始めた場所です。大ヒット映画のオープニングみたいではないですか。皆さんこんにちは。私たちのチャンネルにようこそ。大ヒット映画というわけにはいきませんが、皆さんのために興味深い情報をご用意いたしました。世界に何を話したのでしょう。グレイル重力回収内部構造研究機は月の軌道上で2年間観測を行い、2012年に月の重力マップを作成しました。無人衛星ルナーリコネサンスオービターは10年間にもわたって月に張り付き、表面の標高差を測定しました。専門家がこれら2つのプロジェクトのデータを比較することを決めた正確な時期は明らかになっていませんが、ベイラー大学の地質学者で主任研究員のピーター・ B ・ジェイムズが最近発表した声明は、これ以上沈黙することはできないという状況を思わせます。そこでの発見に関する報道の表現にご注意ください。ハワイのビッグアイランドを想像して、それを5倍の大きさにしてみてください。そのような金属の山がここに埋まっているのです。普通の人には理解できないほどの量だというのです。そこで算出された数字を示しています。衝撃的な数字ですが、これの重量は 218K2.18×10^18 もあるため、これは重力以上と名付けられました。つまり2180兆トンで、月全体の大きさからすると比較的小さな部分に集中しています。少しお願いがあります。動画を一時停止して、スターウォーズの第2デススターの重量に関する情報をググってみてください。これはあの古い映画ではまだ建設が完了していなかったものです。数字を確認してみましょう。ファンダムの情報によると、その重量はまさに 2×10^18 です。これは出来すぎた偶然だとは思いませんか。異常が他のどこでもなく、まさに月の最大のクレーター、いわゆる南極エイトケン盆地で発見されたという事実と同様にです。直径 2000km 以上、深さ8-16km の底に複雑な凹凸を持つクレーターです。これはただの隕石の残骸です。隕石核らしいものの発見が最初で、そして最も進歩的な説として提案されました。これで全てに説明がつきます。直径数百キロメートルにも及ぶ鉄とニッケルの塊が宇宙を飛んでいました。その先にまだ若い月があることにも気づかず、思いっきり衝突しました。ドカーン。衝突の後、衝突クレーター。地球でも同様のケースの例にはキリがありません。計算結果があります。すべて辻褄が合います。これは数十億年前に起こりました。それが月の動きの変化を引き起こしたとすれば、現時点までにとっくにすべてが安定したのです。しかしクレーターはかなり大きく、その核は非常に重たいものだったのに、なぜこの衝突で月はバラバラに砕けなかったのでしょうか。理由としては、第一に飛翔経路が接線方向であったこと、第2に月面でまだ地震活動が起こっていたこと、そして第3には衝撃により隕石の核が薄い層となって広がったことが挙げられます。これが運動エネルギーの部分的な吸収をもたらし、そしてこの小惑星自体の金核は今や月表面近くで分散した状態で広がっています。もししっかりした重量のある塊の形を残していたら、それは若い月の柔らかく溶けた中心部に吸い込まれていたことでしょう。しかし実際そうならなかったのです。月のマントルの中の酸化チタン。月の土壌の平均密度は1立方センチメートルあたり 3.3g で、
酸化チタンの場合はその 1.25 倍以上、およそ 4.4 グラムです。つまり第2の物質が第1の物質よりも著しく密度が高く、このことが重力以上の起源に関する第2番目の理論を構築する出発点となりました。簡単に言うと、それは火山説と呼ぶことができ、はるか昔形成されたばかりの薄い月のマントルの下で熱いマグマが煮えたぎっていた時代に遡ります。つまり小惑星説と同じ約30から40億年前です。当時の月の熱い内部を濃いスープに例えると、その重力以上はスープの中のダマのようなものです。あるいはチタン製で大都市くらいの大きさの肉団子です。マグマが煮え返るのが止まった時、偶然にも肉団子は月表面からそれほど遠くない端に来ました。そして核が最終的に冷めた時、そこに留まることになったのです。報告された質量が壮大であるとはいえ、月全体の質量と比べると3万5千分の1なので、それは月にとっては大した問題を引き起こすことはないのです。しかしながら、この理論の提唱者たちはこのような独立した構造の形成についても、またそれが月の深い場所から表面へと浮かび上がった方法についても説明できていないことを正直に認めています。酸化チタンは月のマントルでしばしば見られますが、濃縮物、特にこのような大きな鉱床の形では見られません。しかし月のように非常に遠い場所での鉱物探査にはまだ誰も真剣に取り組んでいませんし、今後あらゆるサプライズが起こる可能性は大です。陰謀説。さっき科学者たちの言葉から伺える絶望についてお話ししたのを覚えていますか？2019年3月、重力異常が正式に発表されるよりもずっと前に、アメリカ副大統領マイク・ペンスは拳を机に打ちつけて、2024年までにアメリカの宇宙飛行士が月面に立つのを見たいと言いました。 NASA のスタッフは驚きました。彼らは準備とテストにまだ最低10年はあるだろうと考えていたのです。どうしてそんなに急いだのでしょう？そして一体なぜ月の南極点なんかに行く必要があるのでしょうか？そう、皆さんお分かりの通り、それはまさに私たちがお話ししていた異常のあるクレーター、そして中国が事前に探査機ジョーガ4号を送った月の極です。ちなみに中国の玉兎2号は異常についての情報公開の約1ヶ月前、突然エラーを連発するようになりました。システムの全再起動をしなければなりませんでした。こんな質問が喉まで出かかります。中国は月のクレーターで何かおかしなものを見つけたのではないでしょうか？あるいは逆に情報を他国と共有しないようにわざと不具合を演じたのではないでしょうか？しかしどうあがいても玉兎2号はその異常まで到達することはできません。そのようなツールを持ち合わせていないからです。その代わり、そうしたツールはいわゆるアルテミス計画がもし実行されれば、2024年のアメリカの探査隊に備わる可能性が非常に高いでしょう。ホワイトハウスは明確に月面着陸を要求していますが、明らかに散歩やセルフィーのためではありません。これはアメリカにとってはもう実行済みです。どうやらアメリカはあのクレーターにあるものを狙っているようです。エイリアンの船？南極のエイト県盆地は陰謀論者にとっては貴重な宝物です。第一に、これはクレーターの中のクレーターで、しかも内部構造の境界部は鉄とトリウムの濃度が高くなっています。船の残骸からできた輪のようです。第二に、このクレーターは衝突タイプですから、ここに飛来したものは減速していて、さらに緊急着陸時のようにローアングルで衝突しました。このことはクレーターの細長い形状と縁の比率が示しています。第3に、探査機ガリレオのデータによると、ここの土壌の組成は月のレゴリスとは大きく異なり、科学者たちは長い間サンプルを入手することを夢見てきました。注目に値するのは重力以上の下限が約 300km と算出されていますが、上限については何も情報がないのです。それは謎の物質が何世紀かにわたって少しの塵やほこりをかぶっていながらもそのまま表面にあるからではないでしょうか。
SOS の信号を発したものの、誰にも救援に来てもらえなかった古代の宇宙船のようです。あるいは遥か遠方から来たエイリアンは事故を乗り切ったものの、壊れた機械を捨てることにして近くの地球に行ってしまったのかもしれません。地球外生命起源説と完全に一致しています。ここで私たちの物語は終わりです。皆さん、最後までご覧いただきありがとうございます。まあ、いろいろ論じることはできますが、月の裏側にあるものを2024年以降に知ることになるでしょう。しかし、実際にそうなるのでしょうか。政府は自分たちの失敗計画を隠すのがとても好きですからね。また一緒にこれらの出来事の今後を見守りましょう。また次回まで。さようなら。